おしるしは、日本の皇族が身の回りの品などに用いる希少、シンボルマーク。ご印象とも。起源は、一般的には、江戸時代後期、皇格天皇の御子、王女らが用いたものとされているが、内々の式たりで記録にも残されない。正直言って、詳しいことはわからない。特内庁所領部は発表している。明治時代以降、宮廷内で広く用いられるようになった。 皇室転範など、法令上の明確な規定はなく、慣例として行われてきた制度である。皇族に仕える者たちが皇族の名前や称号を書くことは恐れ多いと考え、お印を使うようになったとも言われる。もともとは女性の間で始まったという説もある。北白川の宮永久王と徳川祥子の結婚の儀証子費の逸絵犬は勾配の重ね色目 唐ギヌは白地に、購買色で、徳川家の家紋、三葉葵が配されている。親王、内親王、王、女王の場合は命名の儀において、内親王と女王を除く、親王妃、王妃の場合は、皇族男子との結婚時に定められる。圧倒的に植物にまつわるものが多いが、そうでないものもいる。決めるのは母あるいは祖母が多いとされるが、父母、 祖父母や結婚する夫妻などの合議で決めている例も多い。図案については、皇后、政子の場合は、東京芸術大学名誉教授の吉田左源氏が図案家を担当したと報じられ、外注されている例もある。また、親兄弟と関連性を持たせたお印ししも多く、大正天皇の四巫子は、全員、和歌の形式であり、三笠宮高人新皇の子女は、全員、 木片が共通している。単に気象としてのみならず、三宅を創設した場合の模や、祝賀行事の際のボンボニエールに、お印の衣装が用いられるなど、その人の象徴として用いられている。実際に、身の回りのものに刻印されることは少なく、旅行時の荷物の識別のため、タグに、ハマなすなど、お印の名前を文字で書き込むことがある。また、 1935年4月に、北白川の宮永久王が、徳川翔子と結婚した際には、ボンボニエールに、それぞれのお印の衣装を用いたのみならず、翔子のお印、勾配にちなみ、結婚の木で着用した伊勢犬や唐犬は、勾配の配色となっている。ただし、この当時救済であった、昭和天皇の第一王女、照宮茂子内親王も、勾配をお印としており、 同時代に重複していた例となる。なお後年、茂子内親王新郎が森厚氏王と結婚後功績離脱し、36歳で創生した際には、その墓所には、茂子のお印の勾配と、夫森厚のお印の松が植えられている。秋篠宮家の門吉家を初代当主の文人、新郎のお印、津賀で囲む。ありがとうございます。